客様、ご案内が、ね、上も下も一緒なんですが、初めての方がいらっしゃいますので、またご案内してまいります。もしよろしかったら前でご覧になりませんか。前まで来てどうぞ。皆さん並んで見ていただけるんじゃないかな。で下を、ね、見ていただいた方がいいかもしれません。怖くなくて高い。でこの宮の花の院内はなんと維持管理のため、生体外部を点検する施設として工事中に活躍しておりましたダンプトラック搭載型のインクラインの一部を活用いたしまして、ダンプ体験学習ができる機能を合わせて持っております。どこしか見れない。高低差高さが121メートル、長さが216メートル、最大高いな。今登っているところが35度あります。最大ということは今登ってる方が短いっていうことだ。のジャンプ台とほぼ一緒の35度なんですね。施設をご覧いただけますように、こちらでは鉄骨を使用しております。車輪にはウレタンゴムを使っておりますので、振動を低く抑えることができます。46人乗りの車両2つがバランスを取り、約4分で登ったり下ったりすることができます。上から1号車を降りてきております。同時に発車しておりますのでね、すれ違うところがちょうど真ん中のところです。200m 歩いていただきましたらエレベーターの前に。